21世紀の食いしん坊。本日はどんな素敵な料理に出会えるのでしょうか。聞き手を務めます。上水う樹です。食いしん坊を務めます。佐々山です。はい。ということで、もう今日はね、はい、もう料理も決まってますけども、はい、前回、前々回から続いて、タイの旅行から帰ってきて、日本について、はい、っていう、そこからちょっとお話聞きたいなと思ってるんですけど、はい。よろしいですかそうですね。もう、 ヘロヘロで帰ってきましたね。この時点で。<laughs> もう何。何回かね、飛行機は遅延して、うん、はい。向こうの朝、朝方4時過ぎに出発、4時半とかに出発したとでうもんね。そうそうそう。うん、で、昼ぐらいとかに着いて、うんうん、もう、寝てもないし、うん、ほぼほぼ。ただラーメンのことだけ考えてとか、そういう感じで、<laughs> 帰ってきまして。<laughs> はいはい。 まあまあ、その日は、えー、っとね、帰って、あのー、まず、清野井さんを、あの、古典ラジオの収録に,、ね収録に、あの、送りするというね。で、そうそうそう。で、その後、約束した、荒野くんと帰り道。お店ですね。そうなんです、ね。じゃあ、ちょっと、料理紹介お願いします。はい。一級ラーメン、ワンタン麺大盛り。 はい、ワンタン麺大盛り食べたわけだそうなんです <laughs> そうなんですよこれがねもうねえー、っとカスヤはいかすやなんやけどまあ筑豊から、うん、あの焼山バイバス越はいはい超えて焼山超えてまあちょっとしたところかなあの まあ、ちょっと、筑豊の外ぐらいな感じで、今、福岡と中間地よりも、ちょっと、俺の中では、筑豊よりな感じのとこ、なんか、ストライクかボールかで言うと、ボールよりみたいな。そっちはボールだどっち分かったけど。いやいやそっちはボールなんだ。筑豊をストライクというをと、なるほど。その、審判によってはストライク、取る、取るかもしれんう。そうそう。ぐらい、まあ、その、福岡方面やけど、筑豊に近い感覚。あ、わかる、わかる。うん。 そうわかるけど、葛西の人から怒られるやつだね。葛西の人から、こりようと思ってる思から。そう,ね、<laughs> そ,うそうそう、絶対そうと思う。うん、ストライクだと思う。<laughs> そうそうそう。向こうからしたらね。<laughs> うん。たがは、たがはボール。たがですか、地方はボール。<laughs> そうそうそう。完全ボールの人だから。完全に、そっちにいられるも困るみたいなね。<laughs> そ,うそうそう。のはストライクです。<laughs> そ,うそうそう。うん、まあでも、福岡からね、たがり帰るときに、寄りやすいですよね。そ <laughs> うん。経由して帰れるからね。そう。やし、なんかこう、そこら辺まで来ると、ちょっと、 帰ってきた感あるよね。うんうん、なんかこう。そうそう。で、特にタイから帰ってきた時とかもう、うんうん、その辺通る時とかもうめっちゃ帰ってきよ感じがうん、うん、するんやけど、もうでもこの、もう気持ち的にはもう、なんやろ。ずっと温めてね、数時間。温めてきた。<laughs> もう、よ <laughs>、うん、だっきこう。で、なんかもうすごかったやんその時の気持ちがやっぱこう。うんうん、もうなんかこう、変、 もう湧き出る感じ、こう。うん、なんかこう。ワンタン麺食べたい気持ちが、ラーメン食べたい気持ちが。そう。うん、ラーメンなんやけど、うん、ラーメン、もう一級ラーメン食いたいなそう。で、1時ぐらいにやったのかな着いたのは。うんうん、で、ここ、多いんよ、お客さんも。うんうん、で、えー、っとね、あの、席もね、あの、カウンターしかないの、ね。はいはい。あの、店がさ、 んちゃん見,、ね、見たことあると思うけどこうもう割とかなり年季の入ったような逆にそれがすごい味になっちゃうけどそうで日え、えー、夏とかなるとさ、うん、あのド扉というかあれを全部開放してなんかなんかちょっと屋台っぽくなるような暑い日ねそんな感じとか。 すごいなんかちょっと、あんまりないようなお店なんやけど、すごい有名と思う。有名やし。有名よね。好きな人は結構多いと思うし、俺もめっちゃ好きなラーメンで。うそう。筑豊じゃないけど、今回ここね。はいはい。あの、紹介させてもらうんですけど。まあ、大変紹介しましたからね。そうですね。筑豊とか言ってられんレベルやもんね。ボールですよ、ボール。うん。もうバックスクリーンがいいっじゃな そうで,すでねあのねもう3組ぐらいついてからおったんかな町がはいあの席埋まっちゃったしそうそれでまあもうその時ももうなんかこう気持ちがこう浮ついっちゃうのが分かるけどさうん、うん、もうでもこれ食べたらこれこの状態で食べたらもっとうまい気つこうなんか 上着きを気持ちとこう、ちょっと落ち着かせる気持ちをこうなんかこうね、合わす、合わさってなんかちょっと変な気持ちになっちゃったけど。<laughs> そう。そうなんですけどね。これで、まあちょっと1五十0分15分ぐらい待ったかな。はい。で、もう席に座って、もう、もうワンタン麺にしようと決めてたんで。 しかも大盛りでそうよう出張ね。ね<で>。あのね、そうなんですよ。あのー、ちょっとこだわり強いお店で、替え玉ないし、うんうん、あと、提供は固めああ、そうそう、そうそう、なんか、もう福岡のラーメンって言ったら、替え玉と、うんうん、あと、麺の硬さ選べますって感じだけど、なんか、それがもうね、あの、 お店の方針で決まっちゃうこだわりのあるそうお店ででそうですねそれでワンタン麺頼んででお客さんいっぱいおるけどねなんか店員さんのやっぱこう連携がねなんかう,、うん、こう,うまいなっちゅう感じで仕事がやっぱこうスピーディー、うん、なんか結構ね 待つんかなっていう感じの時でも、割とスムーズに来るかなっていう印象はあります。<ー>で、その時もね、あの、混んでる割に、割とすぐ来て、でね、これ、来るやん、丼が。あのね、ここのラーメン、ちょっとうっすらこう上にね、こう豚骨のスープの上に、こう、油、うん、がこう、 そうになっちゃう感じう見えるんやけど、それがね、もう、うずうずしちゃう。油でが最後の視覚的な部分でね、こう仕上がりをイメージとか飛び込んでくるんですよ。飛び込んでくるあの、なんやろ、ボディビルがさ、ボディビルダーがさ、オイルってテカテカになってるみたいな。そう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 。 ツヤあのツヤ感が、ラーメンにもツヤ感がこう。はツヤがこう、キラキラして、こう、キラキラするとさ、なんかこう、いいやん。こう、そう、そんな感じでね。その油の層、俺、油っこいラーメンとか、あんま年取ってきてさ、こう、あれやけど、あの層を見るとやっぱこう、いいなーってなるよね。あのラーメンに関しては。そうなんだ。そう。ね、もうやっぱね、もうこの時点でもう、 日本で食べる最初の、うん、最初のつかこう、ね、帰ってきてから最初の、うん、食事で。まあ2泊3日やったけどさ、うんうん、まあ途中からほぼなんかこう、怯えながら食事しゃった状態に近いき、なんか嬉しくてさ、そう。で、吸った瞬間、まずこうスープを吸うやん。うんうん、突き抜けるんよ。 まあもちろん突き抜けるんやけど。<laughs> いや、これ突き抜けるっていう表現結構俺割とするやん。うん、突き抜けてから、もう、もう一段階、突き抜けた後崩れ落ちそうになるよ。<laughs> もう。<laughs> クアンチきた後。うん、もう、この感覚俺初めてかもしれんぐらいの。うん、だから多分こう、今までの疲労とか、こうそういうのもあってかもしれんけど、なんかこう、そう。 そんなな感感覚になって動もう何回も食べちゃうラーメンやけど、うん、もうねし安心感というかもうそういうのもあるし実家に帰ったとかそんなよく表現あるけどさそういうのでもないけどなんかそう帰ってきたなあっていうのもあるしうん、うん、嬉しいのと安心感ともうあとまあめちゃくちゃうまい、うん、うまく感じる。普段よりその もう美味しく感じるセンサーがびビ,ビンたちゅさうま、んうんうん、くてでもスープー熱いんやけど、うん、もうなんかこう熱い血痛いやん、うん、熱い血ちょっと痛みやん<ー>痛みなわけやけどなんかそれがもうド M みたいな感じになってき、うん、気持ちよくもあるぐらい <laughs> そう <laughs>、うん、そんな感じのねなんかこうなんか全部受け入れられますみたいなははい、はい あのワクチンの時は壁作っちゃった <laughs> そう全部受け入れれますみたいな感じでもうそんな感じでね、うん、なんか自分の感覚がいちなんやろ食のセンサーがバーッと開いとった感じ <laughs> <laughs> そうなんだそうでねこれでねあの俺何がいいかワンタン麺最近いいなって思うんやけどワンタン麺がねちょっとスパイシーなよ うスパイシーですから、胡椒が効いちょ感じで、あのね、それがまたこう、一級ラーメンのラーメンのス、うん、ラーメンという味はあるやん、うん、そもそもの。うんうん、それに対してのこの、いい具合のスパイスが、こうまた、ラーメンという味をこうまた別の次元に仕上げちょそのスパイスで。へ<ー>という感覚が俺はあって、 ワンタンのスパイスで。で、ワンタン、この、あんは少ないんやけどね。餡あん、うん、が少ないき、皮の部分が多いんやけど、はい、これがね、またね、えー、麺とは違う食感の、うん、その麺のようなものが食べれるようって二つ楽しめれるような感じ。なるほどね。ワンタン。なんか、ワンタンと麺、こうちょっと分けがちやん。うん。でもそういう目線で見ると、なんか、 二種類の麺を食べれる。はいはいはい。その片麺ともうやわやわの、まあ、極端に言うと、どん衛をこうさ、ビヨーンって伸ばして、うんうん、しかもちょっともちっとした感じに、納豆、うん、麺を食べれるっていう感覚。うんうん、確かに。うん。なんか、そういう楽しみ方もできて、うんうん、これがね、めちゃくちゃやっぱ、うまいんよ。もうね、これめっちゃ良かったね。 だけね、俺結構最近、そのワンタン麺で食べることがラーメン、ラーメン絶対やけど多いかも。2種類の麺を楽しんでる感覚でね。うん、逆に、この、あが多すぎると、うん、その麺の感覚はちょっと損なわれるやん。もう、ね。ちょっと、ね、餃子とかそんな類になる時そうそうそう。そんな感じでね。あとやっぱ、やっぱね、ラーメンやけど、 なんかこう繊細さというかそういうのもなんかこうさ感じやすいというか日本の食べ物っちうん、うん、そうそんな感じやったそうだきねめっちゃだきこ,うこの時は震えるぐらい感動したもんねだき <laughs> そう今までさその一級ラーメンめっちゃ好きなあれやきさうん、うん、別に紹介とかしようと思う できたけどそのなんやろもう言うものでもないかなとも思ったし俺がやしほうの人やしやけどこの感動があればあったきこれはちょっと言わなと思っていやあのね前振りが効いてますからね全2回のねこれはすごいよかったあとその普通にワンタン面のを麺として取られていくみたいなのは 言われてみればそれはあるなと思った。ああ<ー>。うん。だからその、要は案が少ないワンタンも、そのように捉えたら、確かにそうだなっていう、すごいそこはね、ただ、あの、旅行帰りだったから感動したんだだけじゃない、あの、情報というかね、あれもありましたね。うんうん、いや、もしかしたら、その、普通に生きよけば、その、 行ったりしょってそのなそういう自分の感度がそこまで達してなければそうも思わんのかもしれんけどなんかねいろいろそういうやっぱね料理そのものの味も大事やけど絶対自分のコンディションというか気持ちとかそういうのが大事やきあのね今回の旅でやっぱ旅の後に食べたっていうのはすごくやっぱ良かったしうん,うん、うん、そんなんやった一級ラーメンを こうね。再解釈できた。うん、そうそうそう。出張、うん、味やったきさ、うん、もともとの。うん、だっきなんか、まあ別物っちゅうわけじゃないんやけど、うんうん、なんかこう違う見え方なんかな、とは言いつつ、いつもの一級なんや。ちゃんと。いつもの一級なんやけど、そこにもう一つこう、部屋があるというか、そういう感覚やったね。いいですね。<laughs> 熱量がありましたね。いや,いや、いや、もうね、これはもうね、多分熱量、どんだけ俺が喋れんくても伝わるんじゃないかなぐらいの。熱量はすごく伝わりました。<laughs> そうそうそう。<laughs> マジでね。今、会いたくて震える人はだけど、食べて震えてるの初めて聞いたもんな。いや、でも本当その感覚はでも、ね、俺もなんかねできそん、突き抜けてこう、崩れ落ちるという感覚、 とか、そういうのが、うん、ねえねえあった気やろうと思うけど、もうね、あれは、まあ、普通に過ごしよったらない感覚なんかもしれんけど、うんうん、ただ、それを、その感覚、自分もそうやし、それを引き出してきた一級ラーメンの、やっぱ、この本来のこの力。うん、うん、もう、もともとの力がすごいあるラーメンき、駅。だって、本来、だって、弥生県にそれ起こっててもおかしくなかったですもんね、タイミング的には。 確かに。ねえねえそれがここで起こってると、やっぱそう、そうう一級ラーメンの力大きい気がしますね。いや、そうですね。だき、まあ、その、だって、レトルトであろうカレーと、その、ジューシーでないカツで、そこまでなったき、やっぱこあの、しっかりした、あの、うまいラーメン、一級ラーメン。 まあ、これ、いけだ、全然俺味の特徴とか言ってないね、大丈夫ですよ。感動が伝わればいいん味は言ってみてね、皆さんてもらえばいいので。そうね。あの、スープがどうとか全然言ってない。行きたいと思ってもらえたらもう、大丈夫、番組としては。食べてもらうことが大事なんです。確かに。スープとか、うん。めっちゃうまいよ。あの、本当にね。あの、甘みがありつつ、その、 かといって甘ったるくないこのエッジの効いたこうねあの返しというかこう塩分がそのバランスもすごい好きですしそうなんよなんかちょっと他の豚骨ラーメンとは違うなんか見た目もやし味もなんか感覚的に言うと生々しさを感じるかな俺はうんそういうラーメンですねありがとうございますはい いや一級ラーメンね知ってはいるけど行ったことない可能性があるんでねぜひ行ってみたいですねもう行ったことない可能性ちもいそ <laughs>、ね、<laughs> も記憶に今ないってこと思うね <laughs> 行った記憶はね <laughs> っきさっきもさ話したさはい、はい、そういえばホームシックであの俺タイ料理の話しようと思うけどタイ料理行ったよねみたいな話し、うん、全然覚えてないっ <laughs> 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 そう何食べたかの記憶あんまないんですよね。食のメモリーやばいよね。<あ><分>やばいね。二百 <laughs> メガぐらいしか。ないもうメガない。<laughs> やばいと思う。うん、いやーでもね、そうそう。 はい,はい、いやいやもうね、うん、この三部作って感じですね三部作なんかな、うんまあ、確かに前回からのね流れはただそのタイの前りはなかったとしてもすごいねあのいいお店であることは間違いないと思います間違いないぜひぜひという感じですね、うん、結構やっぱ周りで好きな人多いねね有名でなし、うん、そう結構名前も聞くしそうそうそう、うん、好きな人の多いお店ですからこれはぜひ行ってみてほしいです、うん、はい はい。というわけで本日は一級ラーメンのワンタン麺大盛りをご紹介いたしました。概要欄の方にお店の情報を掲載していますので合わせてご覧ください。21世紀の食いしん坊では番組へのメッセージどしどし募集中です。ハッシュタグ21世紀の食いしん坊をつけて X にポストしていただけると嬉しいです。食レポや番組継続の励みになるのでぜひよろしくお願いします。それでは、お願いします。それでは行きます。21世紀の